ちは、メナです。今日はラーメンを食べに来ました。ここです。ライライ亭にやってきました。すっごい有名なラーメン屋さんだよね。実はレナさん、来たことがありません。人生初ライライ亭です。はい、日本に10年住んでるのにね。そうだよ。なぜか、まさか来たことなかったね。そうそうそう、だから今日はそのすごい有名なライライ亭を美味しくいただきます。ここメニュー見たらすっごいラーメンの種類がある。めちゃくちゃ豊富だね。ラーメン、こってりラーメンとか、これが似たようなやつだけど、これ全然いろいろ種類、混ぜそばとかも。ちなみに一番有名なのは多分こってりラーメンじゃないかな。これ美味しそう。これ絶対に後で注文したい。おお、これチーズ餃子があるよ。本当だ。え、チーズ餃子初めて見たよ。これまず注文しよう。あとビール注文しておりますか。はい、最近ビールばっか飲んでますね。最近大丈夫ですか。おやじになりましたよ、完全に。ビールパラになってませんか。一回ここで皆さんにお腹披露しておきましょうか。の大丈夫ですか。だからここにテーブルが来るのがありがたいよ。最近一杯目ビールが確定してきましたね。社長さん。そうだよ、そうだよ。どうしたんですか、社長さん。爆笑してタカがここに梅干しはいただきました。タカが食べたらうーんみたいな顔をして、めっちゃ酸っぱかった。タカがすごい梅干しの、ちょっと食べてみ、梅干しの顔をしたよ、タカが。どう、梅干し。めっちゃ美味しい。酸っぱない？あれ？いや、なんかもっと、なんかタカの顔見て、なんかすごい酸っぱいと思ったら、俺50歳ぐらい老けた顔したよね。めちゃくちゃ酸っぱかった。めっちゃ美味しい。あの、私もなんか完全に日本人になったってことだよね。あの酸っぱい梅干しが美味しいと、まあ、確かにね、本当に完全に日本人だよ。マジ酸っぱかった、びっくりした。マジ美味しいよ。はい、飲み物来ました。タカが今日運転手です。僕がコーラいただきます。今日ビールです。社長さんがビール行きました。いつも逆なんだけどね。笑顔です。はい、ではでは、乾杯。今日もお疲れ様でした。俺も一口飲もうかな。あの、ダメだよ。ダメだな。運転するもんな。運転する人はダメだよ。ノーノー飲酒運転だね。ノーノー運転。あと私はシェアしたくない。そう。おいしい。視聴者の皆さんの気持ちが分かりました。何、動画見てるといつもさ、飲みたくなる飯テロだって言われるけど、飲みたくなるわ、これは。残念。どうしたんですか、メニュー見て。追加注文しようとしてますか。でもまずは、京都風って書いてあったの。あ、そうなの。ライライ亭って京都風醤油味なんだね。みんな知ってたかもしれないけど、私は 初耳です。あとはこれ、すごくない。すごいね、全国250店舗おかげさまでって書いてある。大チェーンじゃん。あ、これはみんな知ってるな。やばいね。逆に10年日本に住んで来なかったレナさんが、おかしい。おかしいね。これ来ました。めっちゃ綺麗だよ。焼肉ポークだったっけ。なんかあれあれだよ、チャーシューだね。プレゼンテーションめっちゃ良くない。めっちゃうまそう。あの、他のラーメン屋とかに行ってもなんかこう愛込めた愛を込めた盛り方盛り方じゃないから、ここなんかすごい愛を込めたプレゼンテーション、なんかすっごい美味しそうだよ。一口でいけるかな。いけたよ。あの、可愛い子振るのやめてもらっていい。いけたよ。うまそう。眉毛がすごいことになっております。あの、油の分がちょうどいい。これめっちゃ美味しい。絶対合うね、ビールに。合わないわけがないもんね。うまそう。あー、めっちゃいい。幸せ。グビグビ言っておりますね。これも来たよ。え、うわ、出た。チーズのせ餃子来ました。これはタカの餃子だね。あ、どういうこと。チーズ乗ってないから。あ、私はこの餃子だよ。真ん中の一番チーズが乗ってるところが一番うまいかもね。待ってて、待ってて。伸びーか。餃子のタレとお酢もあります。ラー油いる。めちゃくちゃ伸びてますやん、最近チーズ。さっきより伸びてる。すごいやん。うん。熱そうでしょうね。メガネ曇ってますよ、社長さん。熱そう。欲張って食べるからね、一気に。誰も取りませんよ、大丈夫ですよ。どうしたんですか。もう多分口の中にもベロベロに向けましたね、皮が。おめでとうございます。うん、美味しかった。はい、すかさずビールで流し込んでおります。
いや、この餃子最高だよ、本当に。じゃあ、あれ、どうしたんですか？続けて、あ、メインですか？メインのラーメンいきますか？ポテリラーメン。色、選べれるよ。何？あ、何？麺の硬さ、硬め、濃さ、普通、背脂、普通、ネギ、普通。そんな選べるんだね。チャーシュー、普通。はい、OK。トッピングはあるんじゃない？いろいろあるよ。あ、出た、トッピングもある。めっちゃある種類。おお、これがいい。すごっ。味玉とキムチ。もうトッピングも選ぶようになってきましたね、社長さん。あとは何がいいの？海苔もうまいと思うよ。おお、海苔いいね。一丁前にトッピングもいろいろつけてますね。え、そう、意外とあのめっちゃ安いでしょ。普通のラーメン820円あるけど。今おー、リーズナブル。いろいろ注文したら、はい、トッピングいっぱいつけて1330円になっちゃった。いっぱい、デラックスラーメンじゃん。あ、どうしたんですか、社長さん。あの、胡椒ちょうだい。酢胡椒作ってます、もしかして。だからタカが教えてくれた餃子の食べ方でしょ。あの、餃子の王将に行った時に初めて酢胡椒食べたね。そっからドハマりしてます。ドハマりして、だから合うか合わないか分かんないけどね、チーズ餃子に。合う。もう酢胡椒を食い始めたらね、日本人なのよ。うまそう、うん、このままでは飲みたいぐらい。やめて。もうすかさず飲むね。もうガチ親父出てきたね。ちょっと待ってて。おいしいよ。そうだね。なんかここのラーメンすごい美味しそうだよ。うま辛ラーメン。うま辛麺って書いてあるね。辛いんじゃない？でも辛さ選べれるから、まあ、そうだね。タカはこれを食べたいかもしれないけど。マックス？え、マックスいけるんですか、社長さん。そうか、レナもうホテルラーメン頼んだもんね。ああ、そうそう、私は。じゃあ俺、うま辛麺にしようかな。あ、そう？何辛にしようね。私も食べたい。1辛、2辛、3辛、え？1。1辛？1辛。1辛初心者って書いてある。そうだよ、私たち初心者だよ。あ、じゃあ1辛でいきましょうか。Yes。 あの、私のラーメンね。最初に言っとくけど。2人のラーメン。じゃあマックスの辛さにしようかな。レナが食べれないように。二人のラーメン、タカも食べれないでしょ。我慢して汗ダクダクになりながら食べるよ。レナに奪われないように。やばいよ。うわー、めっちゃ美味しそう。やば、めっちゃ多くない？ポッテリラーメンに、味玉とキムチ、yes。 と海苔、海苔別できたから乗っけた方がいいかもね。そうだね。今のところ麺しか食べてないけど。あ、スープもいった方がいいね。ちょっと固めのめっちゃ美味しいラーメンだよ。もう吹けた。違うよ。はい、もう一杯いってます。若返ったよ。あ、若返ってる。顔は吹けてるんだけどね。気持ちはでも若くなってる。うまそう。こってりな感じする？いや、でもこってりって言われてもなんかサラサラな感じはするよ。あ、脂っこいこってりじゃない感じ。まあ、脂あるよ。これ全部飲めそうな。あ、飲み干してますもんね、社長さん。いつもぐらいの、もう今3杯目いってますからね。濃さうまそう。なんかさすが京都のラーメンって感じ。あ、そっか、そうだ、これ京都風だもんね。そうそうそう、味がちゃんとあるけど多すぎない、うん、シンプル、おしとやかな感じね。いや、もう普通に今からこう最後まで飲めるみたいな感じだよ。じゃあチャーシューもどんな感じか見てみよう。あ、薄切りチャーシューだね。うん、めちゃめちゃ薄切りだよね。うん、なんかさっきのチャーシューと全然違う、ライトな感じがする。うまそうですね。お、頑張ってすすってますね、社長さん。味玉はちょっとなんかドボンとしないといけないでしょ。味玉もトッピングしたんだ。私はあの何のラーメンでも味玉をトッピングするよ。確かに、絶対トッピングするもんね。そうそうそう、味玉、味玉マニアだもんね。うん、うん、このラーメンの一番美味しいところは本当にこのスープだよ。スープ感動的。だって見た目もさ、味濃そうだけど油が全然浮いてるわけじゃないからさっぱりしてそうな感じするもんね。めっちゃめっちゃ最後まで伸びたいぐらい。バクバク飲んでますやん。なんかそのままでスープとして売ってほしいよ。スープでお腹いっぱいになっちゃうね。
このキムチもあるよ。うん、最初抜群。海苔はまだ食べてなかったよ。海苔、おお、日本人や。麺と一緒に。海苔をトッピングしない人がよくわかんない。トッピングした方がいいよ。わかります？このうまさ。うん、めっちゃ美味しい。あと海苔は野菜でしょ？あのヘルシーだね。野菜、野菜？海苔野菜なのかな？海の野菜か。海の野菜。だから海苔がヘルシーだからこのラーメン食べても全部がヘルシーに変わるってことね。あ、そうそうそう。あのキムチも一応ヘルシーでしょ？あ、野菜だもんね。でネギも入ってて野菜だもんね。そうそう。だからめっちゃヘルシーじゃんこれ。このラーメンめっちゃヘルシー。な、世界一ヘルシーかもね。ラーメン来ました。ちょっと怖くなってきましたよ。ラーメンすっごい美味しそうだよ。あのちなみに怖くなってきました。俺のだからこれ。うまそう。やばくない？マグマみたいな辛さしてる。持ってかれたけど今。でもそんなに、あ、辛い匂いするよ。辛い匂いする。大丈夫だよ。俺のだから。よかった。私は一口を食べる。じゃあこれもスープからいただきます。ちなみに皆さん一応私のラーメンです。一応ね、大丈夫、辛ければタカにあげるから。辛くなかったら全部行こうとしてんの。辛くない。え、こんなに見た目カラカラなのに、見てこれマグマみたいな。めっちゃめっちゃ美味しいよ。でも一辛にしたからね、初心者用に、うん、いや、あのちょっともちろんピリ辛してるけど、めっちゃ味が深くて美味しい。あ、味の深さ分かりますか、社長さん。バカ舌で有名な社長さん。おい、私のバカ舌じゃないよ、タカがバカ舌だよ。あ、そうだったっけ。いや、そうだったよ。このラーメン太麺だね。麺、あ、本当だ、麺さっきと違うわ。さっき細麺だったもんね。うん、もちもちね、めっちゃ美味しい。麺が全然違うもんね。やっぱりあのスープが違うと麺も違う。より絡むのかもね、こっちの方が、うん、あ、辛くなってきた。あ、でしょうね。よかった、これがマジでうまかったら全部食われるからね。うん、これマジで美味しいよ。美味しいですか、うん、あげるって。あのまだ決めてないよ。いや、俺のなよ、だから。私のものが、私のもの、タカのものが、私のもの。ちなみに顎にね、辛いスープがね、2個ついてます、点々と。はいはいはい、取れました取れました、よかったです。あ、どうしたんですか、急にエプロンつけて。これ、本格的に食べようと思ってます。そう、そうだよ。怖くなってきた、俺もう1個頼まないといけないじゃん、これラーメン。どうしました、社長さん。辛くなってきた。手も置いてますけど、さすがに辛くなってきた。いや、あ、でもちなみにあれだよ、見て、ここの1辛だよ、初心者用。まださ、4辛プラス何マックスもあるからね。うん、だって色やばいもんね、うん、ラーメンのスープの。さすがに辛いらしいですよ。でも私は食べれるぐらいの辛さだったら、そうだね、そんなに辛くないよ。初心者にはちょうどいいかもね、1辛から行った方がいいね。うん、バクバクいってます。俺のラーメンがなくなっていきます。なくなっていってないよ、見て。あ、よかったよかった、まだ残ってるね。でもめちゃくちゃ辛そうだもんね。もうビールで流し込んでいった。足りない。じゃあいただいてよろしいですか、私。だから注文したね。もちろんもちろん。あ、なんか来た。ありがとうございます。あ、なんかまたプレゼンテーションめっちゃ良くない。まだ頼んでた、社長さん。え、これデザートだよ。デザートのごま団子か。デザートがびっくりした、俺なんかシューマイみたいな頼んだから。あのー、団子ないよ、団子。デザートは別腹でしたね、確かね。確か、レナの体はそんな風に作られてる。すごいですよ、皆さん。こんなちっちゃい体して食欲がすごいんですよ。シェアしてあげるよ。うわ、美味しそう。てか絶対熱いな、これ。注文してから作ってくれるから、なんかすごい熱々で。熱々。まあ、一口で言った方がいいよ、ごま団子って。ああ。バレた。騙されて一口でいくかなと思って。あ、うん、あんこ入って熱々でうまそう。サクサクもちもちあんこ。食感良さそうだね。これもヘルシーだよね。あんこはまずヘルシーじゃないでしょ。でもちもさ、ヘルシーじゃないでしょ、そんなに。あ、何がヘルシーなのこれ。ごま。あ、ごま。あ、そうか、ごまで巻いてるからね。中身がアンヘルシーでもヘルシーで巻いたら全部ヘルシーに変わるもんね。最近タカがもっとヘルシーな食べ物を食べてくださいって言ってるから、視聴者の皆さんもね、心配してるよ、レナの体調。こんなに食べて糖尿病とか成人病に気をつけてくださいねって。ね。ね。でもあの5月の健康診断とか大丈夫？健康診断は普通だったよ。あ、意外と。気をつけてくださいね。運動しましょうね。今度運動する動画撮ろうか。
レナが汗だくになって運動する動画。じゃあ皆さんが私はどういう運動をしてほしいか、動画で何を見せてほしいか、コメントで教えてください。どうせその後ビール飲んでね、リセットされるんだよ。でも運動してからビールがもっと美味しく感じるでしょ。美味しくなるだよ、ね、全部プラスマイナスゼロになるんだよ。それはいいんじゃない。あ、いいな。ごちそうさまでした。食べきりましたか。いやもう美味しくいただきましたよ。食べましたね。ごま団子もごま団子も美味しかったし、辛いラーメンは、まあ、美味しかったけど辛いラーメンマジで辛かった俺。一からなのに普通のラーメンがめっちゃ感動したし、あとはチーズの餃子めっちゃうまかったね。皆さんはこの今日食べたものの中で一番美味しそうだったものはコメントで教えてください。タカはどれが一番美味しかった。こってりラーメン美味しかったよ。うまかったね、まあ、ここのライライ亭の一番名物だよね、うん、あと焼き豚ポークみたいな最初に食べたやつもめっちゃ美味しかった。これ美味しかったね。ビール飲めたら最高だもんね。あれおつまみに飲めたらね。飲めたら飲めたよ。飲めたら飲めたら私が飲めた幸せですねレナ社長。そうそうそう、ね、ということで今日はレナ社長が飲んだのでレナ社長のおごりでよろしいですか。何、あ、私が払いますっていう私が払いますっていう私が払いますはこれでしょこれでしょ私は払いますはこれだよ。じゃんけんですか。じゃんけんです。毎月のお小遣い1000円なんですけどね最初はグーじゃんけんポン。信じられないよこれやらせじゃないですからね。本当にいいよ。ガチンコ勝負してるけでなんか今5連敗中とかだよ多分。なんかもう皆さん動画最近の動画全部もう一回最後に見直してください。私は全部負けてるからレナ社長の今日はおごりということで、はい、ごちそうさまでした社長さん。はい、今日は美味しかった。金額で勝負すればよかったよ。私絶対に当たってたよ。6000円とか5000円だった。あ、5000円。4910円で2人でめちゃめちゃ食べましたよ。お腹いっぱいだもんね。食べて飲んで。というわけでこの動画はここで終わりにします。楽しかったならぜひいいねボタンを押してください。チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でも会いましょう。バイバーイ。